んとよくあの日本でも話題になったりするそのソガンジュンさんとかは <laughs> なんか僕もあの最初はしあのご存知ご存知じゃなかった知識がなかったんですけどなん,かなんか縁を感じるなと思うしなんかこういういいタイミングがあったらご一緒してみたいなとも思うしあの本当に今今回が3回目なんですけど 一番ちゃんんととコミュニケーションンをファのの方と取れるのってて今回が初めてなんですねだからそのまあ韓国に来る前にそのチケットがすごく売れたよとかいろんな人があの心待ちにしてくれてるよっていうのはなんとなく僕にも届いてはいてだからすごく今からあのまあ昨日来て今からこうやってファンの方に一言一言お話しするのがすごく楽しみだし空港でも。 優しい歓迎をいただいたから、なんかもっとこの映画のことを、この映画の良さをファンの方に伝えて、でなんとなく僕のことも伝えられればいいなと思います。えっと今回の剣士、えー、っていう役はあのすごくまあ、本当に。 少し情けないところがあったり頼りないところがあったりする男の子なんですけどみゆきに対しての台本を初めて読んだ時にみゆきに対しての愛っていうのがすごく純粋ですごくピュアであの優しい男の子だなと思って僕はあの最初の台本の段階でンジのことをすごく好きになったんですね。だだかららのこの男の男子だったら この2人の愛の形をすごくあの映像を通してお芝居を通してお客さんのみんなにお客さんにあの伝えられるだろうなとも思ったしあのその純粋さま情けなさだったりもすごく可愛らしく見えたんで多分自分の中でもまたちょっと違う新しい役かなっていうのはこの作品を選んだきっかけでしたね。今夜「ロマンス劇場」7月11日に公開しますが。 もう本当に日本で大切に大切に監督、キャスト、スタッフ陣と作り上げたすごくピュアで純粋な愛の物語だと思います。えっと、韓国でこうやって公開できるというのは僕はすごく嬉しくてなんかまたこの今夜のマウス劇場という作品があの韓国の皆さんに見ていただいてしっかり育っていけばいいなと思います。えー、ぜひ劇場で 賢治、えー、と美雪の愛を見届けてあげてください今日はありがとうございました